一番上が狼線狼線は中国、朝鮮で使用されたながら武器の一種。形状は枝葉がついたままの青竹に穂先をつけた槍。明の武将、関継テてるにより、対話交戦に考案された武器である。それまでの対話交戦では、日本刀で槍の柄を切り落とされて兵が敗走することが相次いでいた。そこで、しなって切り落としにくく、 近づいて切るにも枝葉が邪魔をする狼戦が発案された。旧護士来の未熟な兵には、枝葉は間合いを図る役にも立ったという。弱点として、通常の槍よりも重く、腕力が必要だった。関継ぎてるの兵術は、円王陣と呼ばれ、単独の武装の兵で構成される部隊ではなく、兵に様々な武器を持たせた部隊によるもので、狼戦はその最後の戦闘に立ち、 敵の攻撃を阻む目的で使用された。武術としても後世に伝わり、1900年の義和団の乱でも使用が確認されている。朝鮮では文禄、慶長の役での日本軍の闘争による支障を考慮し、国王戦争が中国武術を学ぶことを軍に命じた。民軍からの指導と教本として、関継テてるの兵書、飛行新書と、 これを要約した武芸書譜を採用したことから、朝鮮でも使用されるようになった。現代では18技の一つになっている。笠尾教授、中国武術史大感、副賞堂、1994年、武器辞典 P165、市川忠春、新機元社、1996年、ありがとうございます。